はい、おはようございます。キャラベルです。というわけで今日は、ここにも書いてある通り、ターキーイベントっていうのが今やってるみたいなんで、ちょっと今日はそれを楽しんでいこうかなというふうに思っております。で、あ、これやな。僕シングルプレイでいつもやってるんですけど、このシングルプレイでやる人は、この自分でね、ターキートライアルっていうこのモッドを入れて遊ぶ必要があると。ほんでこのモッドはなんかそのターキーイベントの期間が終了してもできるらしい話によると。というわけでこれをインストールしていきましょうか。あ、ありますね。でこれを有効化すればいいと。 OK、 じゃあ遊んでいきましょうか。でこのターキーイベント何をするかっつうと、まずなんかマーダーターキーっていうなんかこのイベントでしか出てこない特別な生物がいるらしいんで、まずちょっとそいつ探そうか。まあ、こういう海岸沿いとかに出てくるらしいねんけど、あ、てかそれ以外にもあれやな、このイベントカラーのやつとかね、いますね。赤やったり黄色やったりド派手な色の生物も登場するっていう。おったー、こいつ。マーダーターキー。レベル250。こいつを倒さないとあかんねんけど、こいつね、なんとこの見た目でね、強いんですよね。こんな風にアルゲンでパーンって殴っても、14ダメージしか入らないと。こいつを普通に倒そうと思うと、なかなか骨が折れるというわけで、ここで活躍するのが、このギガノトさんと。カルカロでもいいらしいねんけど、ギガノトとかこのカルカロとかの攻撃は通るんです。ご覧の通り。それにしても強いな。OK、 倒した。で倒すとこれなんて読むんやろうな、これ鎖骨、まあ、この骨がいろいろなことに役立つわけですね。 OK、 まあとりあえずこれで4つ集まったんで、まあ、この調子でバンバンマーダーターキーを見つけてギガノトで倒していきましょうか。よかった、しっかりギガノト捕まえといて。別にこのためにテイムしたわけじゃないけど。OK、 というわけでとりあえずこの骨を37個集めてきました。でこの骨使ってまあいろんなものが作れますと。なんでこれは作業台で作れるみたいやけど、さっき試したらあれやな、アルゲンのサトルとかでは作れへんかったな。ちゃんと普通のサトルちゃうわ。普通の作業台じゃないとあかんみたいやけど。あ、エモートとかもあんねんな。タッチダウンエモート。フレンドリージェスチャーエモート。じゃあ、まあ試しに、まずこれ作ってみるか。ランダムチビ恐竜。かっこれや。ランダムにチビ恐竜が手に入ると、何が出てくるでしょうか。ガチャみたいでおもろいな、これは。はい。さあ。あ、チビプレシオサウルスやって。なんか、当たりとも外れとも言い難い。もう一回作ってみていい？お、ユーティラやん。ユーティラいいね。あれ、これって、ASE の時はこんなんじゃなかったよな。なんかインベントリと装飾品が別で用意されてるから。じゃあまあ、まあ、ユーティラつけてみる？あ。かわいい。ちょっとなんか、愛想悪そうな感じというか、柄が悪い感じやな。さすがユーティラ。プレシオの方もつけてあげるか。プレシオは
はあ。でもこれはこれで可愛いな。なるほど、水中生物はこんな風に浮いてんねんな。他はこれなんやろうな、感謝祭キャンディ。これを制作すれば恐竜を興奮状態にしてお祭り気分な見た目に変えるランダム恐竜キャンディが作れると。これも作ってみようか。まあじゃあちょっとこのアルゲンに食わしてみようか。お祭り気分な見た目に変えるって書いてあったけど、この黒の渋いアルゲンがどんな色になるんでしょうか。はい。あんまり変わらんな。まあでもちょっと緑がかったかっこいい色になった。これっていうかかっこいいな、普通に。よくね。だからまあ、野生でイベントカラーも出るようになるし、こういうお祭りキャンディーみたいなんで、もともとの既存のペットの見た目も変えれると。これいいじゃないですか。まあ他にもなんかこういうシャツとかなんか水着とかいろいろあるけど、やっぱ気になんのこれよな。七面鳥コスチュームスキン。ただあと25個いるから、ちょっともうちょっとマーダーターキー倒しに行くか。あ、右上になんか出てんな、キャンディーの効果。24時間は続くみたい。これあれかな、低温ポットとか入れたらリセットされそう。ちょっと試してみていい。これだったら、あ、やっぱりそうやな。低温ポットでリセットやわ。ちょっとね、意外とマーダーターキー見つからんくて、時間かかったけど、まあなんとかまた骨50個集めたんで、これで、この、ひときわ目立っているこの七面鳥コスチュームスキン、これを作って、着てみよっか。おー、いいやん。変態やんけ、完全に。よかった、ボス戦の前にこれやらんくて。監督者これで挑んでたら、緊張感もクソもなかったよ、これ。なかなか、渋谷のハロウィンとかでもこのクラスの変態は、あんまりおらんのじゃ。ほんで、この、アークのサバイバー、顔は真剣やからさ、それが余計おもろい。めっちゃ真面目やからこいつ、この格好で。よし、OK。というわけでね、まあ今日は一旦このぐらいにしときますけど、まだまだね、あの骨で作れるスキンやろなんやろはたくさんあったんで、まあこれからもまたね、いろんなスキン作っていけたらなーっていう風な感じで、楽しめる、なかなか楽しいイベントっすね、このターキーイベントは。まあ皆さんもぜひこのターキーイベント遊んでみてください。というわけでありがとうございました。お疲れ様です。